西武所沢車両工場は1946年から2000年まで存在した主に西武鉄道に在籍する鉄道車両の保守管理業務及び鉄道車両の製造業務を行う工場である池袋線、新宿線の所沢駅に隣接して立地する西武鉄道に在籍する鉄道車両の定期検査など通常の保守管理業務のほか 1954年より、鉄道車両の製造業務を開始、西武鉄道のみならず中小私鉄を中心に、日本国内の私鉄各社へ納入したほか、他の車両メーカーの下請けとして他社が受注した車両の製造業務を担当した。また、西武鉄道において、廃車となった、鉄道車両は、もちろんのこと、他事業者において、廃車となった。 鉄道車両の譲渡に際しても、積極的に関与し、各種改造を実施した上で中小施設へ譲渡した、ことも特筆される。東工場は、鉄道車両関連事業以外にも、自動車整備業務、ダンプトラックなど特殊車両の製造業務、遊園地遊戯施設の製造業務、砂利採取機械の製造、整備業務などを幅広く手掛け、 日野自動車製ダンプトラックのダンプ部分の創価や、系列会社である、西武バスの車両整備なども担当した。設立当初は、西武鉄道の参加企業の一つである復興者が運営する工場であったが、1973年12月の組織改組に伴って、西武鉄道の直営工場に変更された。以降の東工場は、大手施設が直営する日本国内唯一の、 鉄道車両の量産製造工場となり、鉄道車両製造専業メーカーと同等の技術力、生産能力を備える、日本の電鉄業界においては極めて得意な存在の工場であった。1969年に、西部発の特急系車両である五千系電車が、日立製作所に発注されるまで、西部鉄道が保有する、鉄道車両は全車とも当工場で申請された。 また通勤軽電車については1979年に新101軽電車が等急車両製造に発注されるまでの期間、すべての車両が投工場で申請された。1983年以降は鉄道車両の製造業務を段階的に縮小した末、1999年3月をもって終了した。定期検査業務についても、 翌2000年6月をもって終了し、池袋線武蔵ヶ岡信号場付近に新設された武蔵ヶ岡車両研修場へ業務を引き継ぐ形で、同月15日に投工場は閉鎖となった。入出場線から校内を見る入出場線から校内を見る本節においては、主に鉄道車両製造事業者としての所沢車両工場について述べる。 終戦後、西部グループの創始者、堤宮須二郎による、自らの力で電車を動かせる工場を作れとの指示のもと、1946年9月に復興者、宝屋車両工場が、同年11月には、復興者所沢車両工場がそれぞれ発足した。前者は、電気関係の部品の補修を、後者は、車両の補修をそれぞれ担当し、 所沢車両工場は当初所,所沢駅の東側、後に、所沢車両管理所の敷地となった場所に、仮設の工場を新設し業務を開始した。同時期には、旧日本陸軍、立川航空工渉所,所沢支省後の敷地払い下げを連合国軍側に働きかけ、翌1947年1月より建物、設備を借り受け、所沢車両工場は、 正式に創業を開始した。当初は、戦中の国史によって極度に疲弊した従来車の整備を主な業務としたが、後に、西武鉄道が車両不足対策として、空襲によって被災消失した日本国有鉄道の車両、いわゆる、戦災国電を大量に購入して、復旧の上で導入するに際して、東工場も復旧工事を担当し、 1948年4月に、東工場が担当した、復旧車両第1号が落成した。1950年2月には、宝屋車両工場を東工場へ統合、鉄道車両の製造及び保守管理業務は、東工場へ一本化された。その後は、潜在国電の復旧工事のほか、1950年以降は、並行して、 木造国電の大枠のみを流用して、車体を申請する業務を開始したが、業務開始に際しては、戦前の国鉄大井工場を呼び、大宮工場においても、派50系、区派65系電車の車体申請に関わった、技術者を大量に雇い入れ、技術習得に努めた。それらによって培われた技術力をもとに、1954年7月には、 完全新規設計による新型車両501系電車も、は501.502及び、左は1501.1502の4両が落成した。以降西武鉄道に在籍する車両の申請はすべてあたり、工場によって行われたが、1950年代から1960年代にかけて申請された、西鉄道向けの鉄道車両各形式については、 前述した、潜在国電復旧車両の導入と同時に大量に、購入した、国鉄正式の主要機器が、標準装備された点が特徴であった。また、1952年7月より、西武鉄道以外の鉄道車両の受注業務を開始、木造車体の交代化改造車から、大枠から、申請した、完全申請車の製造業務をはじめとして、西武鉄道において、 廃車となった車両を地方施設へ譲渡するに際しての各種改造業務及び多事業者において廃車となった車両を購入し各種改造の上で地方施設へ転売する業務まで幅広く手掛け各社へ納入したその間1953年12月には土地建物及び付帯する設備について正式に払い下げを受け名実ともに 所沢車両工場の所有物件とした。西部鉄道向けに1959年に納入した451軽電車より1機のドアエンジンで、両開脚用扉の開閉動作を行う、都平装置を開発、搭載した。従来の両開脚用扉においては、左右の扉に1機ずつ、計2機のドアエンジンを必要とし、開閉動作の動機など調整。 保守管理上の欠点とされていたが、所沢車両工場が開発した、同固閉装置においては、客用扉かもイブに、環状のゴムベルトを渡し、左右の扉の上部を、ベルトの上下にそれぞれ固定して連動させることによって、一機のドアエンジンのみで、開閉動作を可能としたものであった。ST 式固閉機構と命名され、翌1960年に特許を取得した。 同古閉装置は、西武鉄道の車両のみならず、国鉄103系電車など、国鉄、私鉄を問わず、両開脚用扉を採用する、鉄道車両に広く普及した。南側行動からの前傾申請中の101系、検査出場前の701系、賛義鉄道向け改造のために入場中の大田急2100系等が見える10月に、 西部建設株式会社へ社名を変更、それに伴って、東工場も、西部建設所沢車両工場と解消された。同時期には、旧日本陸軍施設の払い下げによる、木造建物の鉄骨建造物への建て替えなど、各種設備の近代化が進められ、それに伴って、鉄道車両の生産能力も向上し、最盛期の1965年には、 年間製造数60両を記録した。また1968年7月には、汽車製造の下請け業務として、今後共和国向けの客車8両を製造。投工場においては最初で最後の輸出車両の製造を担当した。1973年12月に投工場は、西部建設株式会社から、西部鉄道株式会社へ移管されて、 西武鉄道の直営工場となり、西武鉄道所沢車両工場と解消された。その後1979年に、新1 0 1系が、東急車両製造へ発注されて以降、西武鉄道においては、同社と東工場へ、新製車両を分散して発注する形態が取られたが、同一形式であっても、東急車両製造製の車両と東工場製の車両では、 主要寸法こそ同一ながらも、それぞれの設備の関係から構えたい設計及び、工作方法には、異が生じた。1981年より、所沢駅、西口周辺の再開発計画の進展に伴って、東工場の移転が検討され、最終的に、埼玉県日高市、西大山への移転が決定した。以降、再開発事業による、 周辺道路拡幅工事などによって工場敷地の縮小が段階的に進められ、1983年には年間最大生産能力が16両に低下した。1989年には日高市大地区の住民との間に研修場建設に関する協定を締結、翌1990年より造成工事が開始された。その間、 西武鉄道の申請車両は6000系。電車以降において外部発注が主となり、設備と人員の維持管理の観点から急線軽電車については東工場において申請することとなったものの、同時に同系列の増備完了をもって車両を申請業務を終了することも正式決定された。1999年3月に落成した急線 計9108編成の中間車6両の出場をもって車両申請業務を終了。翌2000年6月1日に出場した新2000系、電車2459編成の検査業務完了をもって東工場におけるすべての業務が終了した。同年6月15日付で東工場は閉鎖となり、鉄道車両の保守管理業務は、 武蔵川岡車両を研修場へ継承された。投稿場跡地については、2008年10月に、西武鉄道が実施した、土壌調査によって、敷地の一部から、土壌汚染対策法で定められた、基準値の110倍のテトラクロロエチレン及び基準値の3.5倍の、鉛が検出されるなど、土壌汚染が明らかとなり、また、地元自治体である、 所沢市の財政事情などから、跡地の再開発計画は進展せず、工場の建造物は閉鎖当時のまま現存する。所沢市では2014年度に、土地区画整理事業の区域を決める、都市計画決定を行い、早期の事業実現に向け、事業計画の検討や工事を進めている。社内に重付される、名番流鉄2000系主要な改造車両のみを記し。 各形式内における改造については割愛する。譲渡車両については、東工場が西武鉄道の車両譲渡に関与した1957年7月以降に譲渡された車両のみを示す。西武鉄道からの譲渡車両その他、ありがとうございます。